ちょっと今日だからあのミキも、あれやねんな、あの、来る予定やってんけど、あの、沖縄に行ってやるから。翔成くん？ちょ、ちょっと、あの、電話してみましょうか。起きてあるかな？ 1 時34分。うん、大丈夫。もう起きてる、うん。沖縄には行ってるんですよ。沖縄には行ってんね。はい。明日からかな？今日からか。今日前乗りしてんのかな？明日からやってるんだ。うん。まあ、忙しいやつですからね、あいつも。そうやね。昨日から。あ、昨日から行ってみたいですよ。あ、昨日から行ってんの、はい、なんで昨日から行くの？前乗りじゃないですか？今日の朝してんの？イベントとかで。え？出ます。ダウンタウンデラックス。出る。かかってる？もしもし？お出ます。もしもし？はい、もしもし。おう。亜生か？昴生です。なんでや？なんでやってどういうことやねん。ん？亜生おらんのか？亜生おらんよ。俺に電話かけてきてて亜生おらんのかってどういうことやねん。もしもし？あ、はい。なんで怒ってんねん。怒ってるやろ、それ。怒るやろ、亜生かって言われたら。昴生に電話してて、亜生かってどういうことや、亜生おらんのかって。ああ、昴生か。亜生かけろ、そしたら。え？亜生と電話されたら亜生にかけたらいいかな。お前は昴生か？昴生や。昴生や。昴生ですね、今昴生やって言ってますもん。なんすか？あれやね。あなたの奥さんは寝るときどんな格好してますかって。は？はやない。昴生のね。昴生の。いや、ちょ昴生やろ、お前。はい。昴生の。ミキ昴生か？いや、そりゃそうでしょ。何昴生だもん。女子昴生かもだ。女子昴生に夜中行ってよ。ミキ昴生でええねんな。当たり前、ミキ昴生や。イントネーションもちょっと、女子昴生みたいに言うな。イントネーション。なんて？イントネーション、なんて？イントネーションも女子昴生みたいに言うな。ミキ昴生や。あ、ミキコ、うん、ミキコーセ。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 うん、ミキコーセ。女子コーセ、女子コーセに顔持った。質問に全然答えてない。なんか、加工してんのか音声。は世界の終わりみたいに。うん。なんか、音楽になってるで。エフェクトかけてんのかエフェクトかけてるわけないやろ。あんな風に。質問には答えてくれないの質問に。だから、は嫁はんおるやろ。僕のうん。何嫁はんを寝るときどんな格好してんねん、あえて。なんの手前に、それ。これだから、はがき来てんねん。来てますよ。来てるよ。もしもし。はい。寝るときどんな格好してるか。うん。その、なんか、ジェラートピケの格好します。ジェラートピケ。あ、結構高級な。ジェラートピケ。高級な、ふわふわのやつです。あ、なんか、もこもこのやつかいな。はいはいはい、はい。はい、そうです。要は、プレゼントとかでもらうやつじゃん。はい、はいはいはい、そうです。そんなん着てんのかいな。来てますよ。うわ。すごい、なんかすごいですね。それ、こう立ったんお前が。いや、こう立ったとか、はい。これは。ええやんか。お前今どんな格好してんのほいで。何この電話、待って。いや、質問が来てんねんからさ。質問だからしょうがない。質問に答えるよな。昴生か？うん。はい、昴生です。昴生。亜生はもうええやろ、亜生。いらんやろ。ほな、亜生に電話かけろや。お前、昴生やな。昴生やろ。昴生に電話かけて、昴生が。そうか、ミキ昴生。女子高生みたいな。女子高生のイントネーション出るな。何や、ミキ高生って。高生。女子高生やねん、イントネーションが。高生はどんな格好してんねや、今。はい？今どんな格好してんねん、うん、今は聞いてるよ、だから。パンチ。パンチか。あら、上来てないです、ね。あ、沖縄が暑いしな。いや、暑いとか、まあ、そう、ホテルやし。うん。ちょっとパンツ脱いでみ、今。パンツちょっと脱いでみ、ねえ、これはちょっともう、サービス、サービスで。そんな時間ですかね。ちょっとその前に、一回パンツのゴムの音いこうか。嫁めっちゃ笑ってるわ。うちの嫁めっちゃ笑って、今日うちの嫁来てんねん、ラジオに。それさっき言わんとおかしい。あ、ごめんごめん。分かってないですよ、それ。じゃあお前に説明してなかった。今な、ラジオでな。はい。うちの嫁がゲストに来てくれてんねん。岡村さんの嫁？そうそうそう。現場にね。そうやねん。言うことあるで、さっき。結婚したん？え？結婚したんすか？そうやで。もう結婚してたっちゅうねん。は？発表が今日になったの。発表が今日になったけど、くしくも。言わなきゃいけないことあんだろ、まずあるやろ、ミキ昴生。いやいや、女子昴生みたいに言うなよ。誰やと思ってさっき言ってるやつ。ちゃんと。ちゃんと言うてくれよ。お前。言わなきゃ一言目あるでしょそういうの。結婚してんねん。嫁来てんねん。はい。結婚したんすかもう、あれや、もうだいぶ前にしてんねん、もう。飲み込まへんな、こいつ。言わなきゃいけないことあるでしょおい。ほら。なやねん、な。汗出せ、汗出せ、もう。なんで汗出さなあかんねん。小林汗やで。おい、誰やねん、ちょっとその。
岡村さんって誰やねん。え、おい誰やねん、お前。失礼やろ、お前。もう、はがきも来てんねん、いっぱい。いや、何がはがきって。杉並区のダラスマブスから、岡村さんの奥さんに質問、うちの嫁にやねん。来た来た。あの、麒麟川島さんの声が好きらしいですが、うちの嫁好きやねん。ありがとうございます。なんか、僕喋るたびにちょっと耳赤くなってるなと思ってました。声にビンビン来るらしい。ありがとうございます。はい。ミキの昴生さんのあの高い声はどうですかって、僕は正直めちゃくちゃ苦手ですっていう。まあ、誰やねん。まあね。そのうちの人しかない。うちの嫁もやっぱ、あかんねん。ギャンギャン来んのあかんねん。ああ。包み下とか。さっき怒られました、僕も。せえねん。はい。奥さんいてるよ。そうだ、俺がそれ言っちゃってさっき怒られちゃったのよ。それ来てんねん。言っちゃって怒られた。ギャンギャン言っちゃったから俺が、昴生君みたいに。え、嫁出てんのラジオ。で、今、出てんねん。昴生君が今ギャンギャン言っちゃってるから空気悪くなっちゃってるよ、現場が。そうやで。奥さんのほっぺた膨らんでます。ほんま、怒ってるで。何その嫁。悪い嫁なの。おい、お前、お前、ほんま。失礼すぎんだろ、お前。こいつ先輩の嫁に気色悪いって言うよ、いや、その、かわいい顔してんの。膨らまくて何それ。いくつの嫁もうたん、これ。いくつってもう36やけどな。俺、きついな。きついなって何なんだよ。歳相応やないか、お前。いや、36で怒ったとき、ほっぺた膨らまくて。きついやろ、すごいやろ、それ。ほっぺた膨らますねや。きつい。かわいらしいですけどね。とにかく今、そう、パンツのゴム鳴らしてみろよ。それはちょっとお願いします。パチンとパンツのゴム鳴らしてみって言って。はい。結構強い。また電話するわ。バイバイ。何すか？これ何？鳴らしてくれましたね。鳴らしてくれた。はい。めっちゃ受けてる。めっちゃ受けてる。結構タイトなパンツですね。タイトなパンツ。ゴム強め。なんや、ボクサーパンツ。なんや、ブリーフっぽかった。ぽいっすね。なんかね、ゴムの強さがね。な、コーセアがやっぱブリーフっぽい。そうっすね。まあ、白のね。せやでな。沖縄だし。沖縄、沖縄だし。パチンとな。気合入れてんねやな。うん。ちょっとあの、コーセアにも聞いてみよう。そう、沖縄いますからね。ファーストキス。あ、そう。俺沖縄やったから。確かに。うん、ちょっと電話してみよう。今沖縄いるからちょうどいいかもしれない。うん。起きてるかな。起きてるかな。沖縄なんかな、コーセアは。ほんまに沖縄かな。あ、言ってない恐れもありますもんね。うん、言ってましたよ。早っ。はい。もしもし。はい。亜生か。昴生や。また昴生か。いや、昴生に電話してんのから昴生って言うやろ。ちょっと。イライラしてる。なんでそんなイライラしてんの。なんかあの電話取んの早かったけどテレクラ。もう押さえてんのか。受話器のあのボタンの部分。うん。マフラゴローの木村さんがそうしてた。何言ってんねん。何でもガチガチし。取ったらあかんねんって、あれ、もうこう、押さえてて、光った瞬間にパーンって離すねんって。すらすらすら。上手やな。やってるわけないやろ。その状態ではないのね。違います、それは。ああ、あの、はぐ、あれやね、質問来てて。さっ、ちょ、質問はいいんですけど、その、パンツ鳴らしたらすぐ気になめてください。パンツ鳴らしてから切ってはダメなのね。パンツ鳴らしてすぐ気になめてください。もう。ごめんごめん。すごい悲しい気持ちになるから。パンツ鳴らしたのにな。あ、そうかそうかそうか。あ、ごめんごめん。そうそうだ。奥さんいるやん。昴生には。はい。昴生は奥さんとどこでキスしたんやん、言って。何その人ファーストキス。ファーストキスよ、ファーストキス。来てんの、リスナーさんからね。どういうラジオやってるんですか、それ今。意味がわからん。質問が来てる。質問来てんねん。どこでキスしたか。ファーストキスよ。うん。オールナイトニッポン。あれか俺がその漫才劇場の前で、大田があれかあの、嫁か違う違う、あれは違う。あれ違う女。違う女って言ったらちょっとややこしいけど、この。違う女違う女それいつ頃の話ですかいつ頃やったかな ?2 年ぐらい前いつやったかなあれそうですけど、ややこしいこと言うなや。2年前に違う女。いや、漫才劇場で、あれやってん。出てきて、女の人と歩いとって。それはストレスやろ、普通に考えたら。コウさん、劇場から嫁連れて出てきて。コウさん、奥さんとどれぐらい付き合って結婚に至ったの僕は、9年ぐらい。9年 ?9 年でも2年前に怒らさってるんですよね。うん。あの人ちゃう。じゃあ、スタッフやってたから、それ。あ、スタッフさん。なんで俺の嫁と劇場から出てくるの意味わからへんやん。でもだって、ラジオにだって今、岡村さんの奥さんいるぞ。うん。声出せや、まず。おい、やめとけよ、お前。そういうの。だって言うなよ。なんでそんなガンガン言うん、お前。声出せよ。まず。いや、まずお前がおめでとうございますって言えへんことに対して、びっくりしてんだよ、うちの嫁は。あ、それは、すみません、おめでとうございます。すみません、それは。あと、ファーストキスの場所よ。うん。いつどこその前に、その前に嫁が俺に挨拶するよ。どんな、
嫁が俺に挨拶せえよ。なんちゅう態度や。何や、お前、神岡龍太郎さんになったつもりかいな。おい、そんな名前出すなかって。先輩の奥さんに挨拶せえよって言うからな。神岡さんやからな。うん。もうそれやろ、挨拶、そんなもん。どこでキスしたんだ。どこでキスしたんや。キスしたんか、キスしたことあるか。まだしてんのか、キス。してるに決まってんだろ、結婚してんじゃんと。どこでしたんどこでや。居酒屋です。居酒屋もう嫌やこれベロベロやお前居酒屋酔ってたのか居酒屋でチューしてもたんかお前嫌やこれほんまに何これもう居酒屋でチューしてもたお互いベロベロだったってことじゃないですかよう似てんなシチュエーションはねえ岡村さんと似てるわ似て岡村さんと似てるかとか知らんけどこれはベロベロだったんだろだっていやベロベロっていうかそのなんかその流れというかなんか。あ、じゃあ似てますね。店でやっちゃったんだな。そうかー。似てるな。あ、来てるわ、こんなパンツ吉野さんから。お前パンツ鳴らしてくれたからやわ。まあ、誰やねん、そいつ。ラジオネームは、ルイは友を呼ぶ。ルイは友を呼ぶよ。ミキ構成の、女子高生みたいに言うな。ミキ構成のスリーサイズ教えてくれって。これはちょっとドキドキタイム。どういうこと？どういうこと？ちょっと時間も時間なんで。ラジオ深夜だから、深夜だから。ほら。何なん？コーセー、何これ？スリーサイズ見て上から。コーセー、コーセーさ、コーセーさ、そう上から数字発表するためにパンツの音鳴らしてよ。ケーキ漬け、ブリッジみたいな。なんかね、ジングルみたいな。誰やねん、この2時台にもう一回電話するわ。え、これ何だったの？もう CM 行かなあかんからね。なんで勝手に行くの？うん。じゃあ2時台にまた連絡します。俺 D 誰やねん D。さよなら。ちょっと、な、聞いてみようか。そうですね。後世にも。これ、ちょっと何か言うか。ああ、確かに。いや、やっぱそれぞれあるんだ。なんとか婚っていうね。ちょっと電話してみよう。ミキに。何婚だったかは気になりますね、確かに。ちょっと。3回目ですから、そろそろ亜生かなと。うん。思います。もう出ないでしょ。うん。はい、はい。もしもし？早っ。はい。早いなぁ。え？亜生か。後世や。まあ。また後世。また起きてる。3回とも後世か。どんな確率やねん。亜生は無理です。え、2人でいないの？僕の携帯にかけても汗は出ないから。そうか。いや、3回目やから出んのんちゃうか、言うて。出ないです。汗は別の部屋やし、もうその、多分飲みに行ってるし。飲みに行ってる？あ、そうか。お前行けへんのか。こんな電話の部屋で行ったらいいんやろ。ギャンギャン言うなって。態度悪いな、お前。電話でそんなだよ。うちの嫁もびっくりしてんぞ。知らんがら嫁出せやよ。わからんみたいな。借金取りやもん。怖いわ、嫁出せ。怖いなぁ、もう。聞きたいこといろいろあんねんで。そうそう。聞きたいことあるから、こうやって電話してんねやんかいな。もういいです、別に僕に聞きたいこととか。あの、ミキ構成はな。女子高生みたいな。何婚なんのかな。はい、何婚になんのかな。あるじゃん、ほら、いろいろ、なんか、格差婚とか、なんとか婚とかさ。玄米婚。俺、ショーシャンク婚やねん。うん。だからまあ、ほんま、獄中結婚よ。獄中結婚みたいなイメージになってる。それはね。言ってみたらね。うん。ショーシャンク婚なのよ。いや、岡村さん、ショーシャンク婚なのよ。ショーシャンク見てる時にプロポーズしてもたから。え、それのことショーシャンク婚なんて言わんの？うん。獄中婚。まあ、入ってへんで。まあね、岡村さん自体は入ってないけど。脱獄しちゃった婚というか。そうそうそう。はい。何婚なの？僕ですか？うん。正直。何や？え、何婚？うん、何ですか？どうやってプロポーズしてん？どこでプロポーズしたん？どんな時？ディズニーシーです。ディズニーシー。うわ、うわ。ええとこ行ってる。いいですね。ディズニーシー。ディズニーシー行って。え？え？何が面白い？これ何て言うた？ディズニーシーで。いや、そろそろ結婚しようかって。そろそろ結婚しようか。ディズニーシーで、そろそろ結婚しようか。ほんならもうディズニー一婚やな。そうっすね。あんまおもろないな。何やねん、普通ですよ、なんか。ディズニーシー婚。よくありそう。そんないっぱいいるからな。シー婚。素晴らしい。考えろ。アトラクションは？なんつうの？なんかその、なんかあるやん。あ、パレードの時間とか。そうそうそう。そういうの、細かい。どこディズニーシーの。どこやどこやパレード、パレードのショーを見た後に。ショー見た後？ショーを見た後に、プロポーズしました。何のショーやファンタズミックっていうショーを見た後。え、あの、サンタフェ？え？サンタフェ？あ、え？宮沢りえの、あの、衝撃の、あれやろ、写真集。写真集、サンタフェ、前航空。なんで俺、ヌード写真集みたいなのに、プロポーズ。え、でもそうやって言ったから、じゃあそうやって言ったから、今。サンタフェ見てると、お前ディズニーシーにサンタフェ持って行ったんか。持って行っ
よくないやろ。めちゃくちゃやな。専門のとこに取り上げられるわ。いや、夢の国にそんなの持っていくかね。奥さんになろうっていう人にな。サンタフェコン、サンコン。サンコンってことでいいのね。ありがとうございました。サンコン。あ、サンコンだ。サンコンか。サンタフェコンってことはそういうことですね。なんであいつディズニーシーにサンタフェモン。いや、そうなんです。そもそもそこなんですか、サンタフェ。夢の国にまず持っていく必要がないものですからね。なんであんなもん持ってくるの？なんで持ってくるんですかね。でもなんか見たかったんでしょうかね。そうやな。サンコン、サンコンやったとは。まさかね、初めて。うまいな。初めて聞いた。ミキはなんかあれなんかな。あ、ピアノとかね。やったんすかね。ちょっと電話してみる。そうですね。聞かないとわかんないですもんね。あいつ、結構そういうロマンチックなとこあるからね。あるんすかね。聞いてみないとわかんないからな。電話ちょっと。こればっかりは。電話。寝てるかな、もう。もう2時半近いですからね。あ、これ亜生ちゃんか。はい。もしもし。はい、もしもし。亜生か。昴生やって。ま、お前、またか。なんでやねん。ちょっと待って、これ。全部昴生か。もうそれは諦めてくれ、もう。亜生の電話。じゃあ、どんな確率だよ、これ。ええ亜生の電話番号ってるから、そっちかけるやん、そしたら。もしもし？もしもし？うん。昴生やないか。いや、昴生やろ、昴生。まあ、昴生やな。うん。怒るの怒るの、あれか、ピアノは弾いたったんか、嫁に対して。式とか、式とかで。サプライズ。サプライズは？サプライズもしてないですよ、そんな。何にもして、なんかしてるの、なんかは。なんかっていうか、その、そう、なんていうんですか、その、ん？ん？だから、その、そういう、その、なんて歯切れ悪いな、うん、どうして？なんかあったの、お前。いや、サプライズっていうか、その、なんか、風俗呼んでんのか。風俗呼んでないですよ。ここだけの話よ。いいよ、ここだけでしょ。なんかさっきから焦ってるな、思った。なんか、目やないか、お前。おい。いや、風俗呼ばんよ、そんな、こんな気がして。さっきからなんかお前、急になんか、この電話からなんか歯切れ悪い。どうしてん？眠たいんか？眠たいわ、眠たいわ、そら。2回も繰り返さんでいいやん、別に。なんでそんな眠たいねん、お前。この際で7本も仕事してんねん、こっちは。7本も?7 本も仕事してんのか。明日も7本仕事や。ええまあ、早寝なあかんやねん。何してんの、お前。お前らも来い何時起きよ明日何時起きよ明日何時に起きんの ?9 時ぐらいに起きる。9時ぐらいに起きんのか。まだいけるでしょ、9時なら。お前も来い !9 時ならまだいけるでしょ、だって。まだいけるやろ、9時やったら。行かれへんって寝たいねん。明日もダメやぞ。でも今、サプライズの話だから。そうそう、サプライズしたったんのか、言って、嫁に。サプライズだからもうその、プロポーズがサプライズでしょ、もう言うたら。どういうことや？なんやなんや、言うぞ。サンコンのってことでしょ？いや、サンコンってその、サンタフェコンって何そもそも。サンタフェコンを自分がしたのに。それ、水臭いやろ、それ。自分がしたのに、そんなこと。ディズニーシーでサンコン。ディズニーシーに、こんなん俺初めて聞いた。ディズニーシーにサンタフェ持って行って、プロポーズするって。どういう。もういい、めっちゃ怖いやんけ。若いもんの考えること分からへんけど。いや、もうおっさんが文章を作り込んでるのよ、完全に。そんなこと言ったことも言ってないから、こっちは。いや、言ってた言ってた言ってた。サンタフェは言ってた。言ってません。僕はファンタズミックって言ったら、その、サンタフェ、なんでディズニーシーに僕サンタフェ持ってるの？でも、出来になるあれやで、そんなもん。後世のウィキペディアもディズニーシーでサンコンって書いてるんだよ。ほんまやで。そうなってくるんだ。もうウィキペディアもアホやわ、ほんまに。だからその、ミキ後世の、女子高生みたいに。サプライズを絶対言ってくれるな。何気に入っとんねん。サプライズ。サプライズ教えてほしいねん。なんていうの、そのサプライズというか旅行を、このサプライズプレゼントしました。どう、なんとこの、教えて教えて、細かく。香港ってか、香港の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 、香港で、香港で、香港なんやね、香港って香港って。いや、今言ってたから。香港さん香港さんがなんで香港さんと共にってこと何を言ってんの香港さん。香港さん、すごい、サーフィンうまいやろ。知らん知らん知らん、そんなもん、香港さんのおっさん。ほぼほぼ毎日のように行って、湘南に。知らん知らん、もうこの間もう怒られたんやから、それ、詳しく聞かせて。なんでなんでなんで香港さんに怒られたんや挨拶が言って怒られたんや。ああ、香港さんそういうのはやっぱりな。それはお前が悪いな。それは悪い。いや、僕悪いですけど。いつも。そんなんええねん、今そんなんええねん。思い出したくないやん。この、仕事の感じで行くと、香港さん、クッとこう。ダメダメダメ。うん、あかんでってなる。挨拶は挨拶。電話に始まりやからな。それでほんまに。なんか知らんけど、ずっと白くても怒っ
かなと思ったんですよ。なんて言われたんや、香港さんに。お前、いや、それはええけど、お前、その今日の挨拶、蜂蜜見習えって言われたんですよ、ね。蜂蜜を見習え。蜂蜜、はい、蜂蜜くんを見習えと。あ、蜂蜜見習えって言われて。わかりました。それはまあ、礼儀がなってないんやろ。それは、こうせ。今そんな話ええねん。何の話してんねん、これ。サプライズ、サプライズ。サプライズ。だから香港の旅行をサプライズでプレゼントしました、僕が。香港さんに怒られたんやろ、お前は。その話、繰り返しないよ。何でも言ってもうたやろ、もう。それちょっと、あの、ヤフーニュースになるかもしれんので。それはマジでほんまや。ほんまや。挨拶の仕方が悪いということで、香港さんに怒られたんやな。あんたがそれ言うから、ほんまになんのよ、それ。ちょっとあれかな。トピックス。うん、やっと今日ちょっと天狗になってたんちゃう、ね、うん。気ぃつけや、今。今、そういうとこで足引っ張られて。ミキ構成なんかは特に。いや、普通にしたんや、挨拶。なんて言うてんや、ほんな、香港さんに。なんて挨拶したんや、ほんなら。普通におはようございますって言ったら、多分その、聞こえてなかったんやろ、あの人が、その。態度悪いな、俺。香港さんがそんなもん聞こえへんわけないやろ。そんなは、そらないっすよ。いや、もうやめと、もう香港さんとはもういいんですよ、そんなんは。もう縁切んのか。縁切んのか、お前。おい、なや、もうええわ。今の香港さん気悪いで、そんな急に。いや、香港さんってもうその話は解決したの。香港さんのどこが嫌いやねんな。俺、一言もそんな言うてへん。俺、そんな言うてへんで。あかんで、香港さん優しいねやから。関係ないよ、香港来てたらダメでしょ、ほんまは。関係ない話になってる。香港さん、僕めっちゃ好き。お世話になってるから。なんかある僕が悪かっただけ。岡村さんの奥さんに、なんかある一言、うん。聞きたいこととかさ。まず声を発すわ、まずこの。何にも出てきてない、お前は。で、質問してないもんだって。そう、質問してないじゃん、昴生が。うん。じゃあ、岡村さんのどんなとこが好きですか？あ、どんなとこが好き？ああ、それは、さっきもう、言ってなかったかな。どんなとこ好きいうか、もう、結局、真面目なとこやって。なんでお前が喋ってんの？お前、態度悪いな。お前って口が悪いな、お前は。なんでこんなに口が悪いの？口が一番悪いね。こんな子やったかな？いや、それ香港さんに怒られますよ、この感じじゃ。なんでやろ。いや、こんな子ですか？お前が喋んなよって。いや、そんなじゃなかったです。岡村さん、岡村さんって分かってますね、相手は。そりゃ香港さんも怒るで。いや、この態度は良くないですね。うん、それはよく香港さん言っていただいたわ。いや、ほんまやわ。これなんや、これ。高生の好感度だけ下がってるわ。スペシャルウィーク。口がな、ただただ。いや、悪いやつですもん。何やねんやろな。電話で繋いで。いや、こういう、あの、お仕事の時はええねんで。はい、ええねんけど、それがもうちょっと、ね、うん、ツッコミやから、まあ、しゃあないところもあんねやろうけど。でも奥さんいますから、それに対して、その奥さんに対して、お前の声聞こえてねえじゃねえか、みたいな。いや、そうやねん。ねえ、そんな暴力的な言葉ですからね。そんなこと言うねやろ。そんなことじゃないですよね。うん。ちょっと沖縄で、開放的なんすかね。まあ、そうやな、ちょっとまあ、ちょっとテンションは上がってんのかな。まあ、なかなか、ね、忙しいしな。そうやな。7本仕事。7本も仕事。明日も7本って言ってます。明日7本仕事するってよ。どんだけ働かせるんだって。あと3本入れてやれたんよ。10にして。7はちょっともう中途半端やから。10あったらちょっとな、もう腹くぐって、7本かと思ってまうやん。ね。確かに。7も10も一緒やから。あと3つ取材入れてあげて。なんか変なブースで、チラシ配るとかなんか入れてあげて。あと沖縄タイムスとかも取材あってもいい。うん。タイムスとか。ご飯ブースも。あ、じゃあ営業あって。ご飯ブースもあるし。そう、いいと思うよ。うん。ラフピーもありますし、いろいろと。それな、そう、なんか、三つちゃんと入れてあげたらもう大丈夫やと思うな。デパートでゲームのやつもあるでしょうし。そうそうそう。ゲーミング部かなんか。ほんで、なんかそのスポンサーの方のなんかビンゴ大会みたいなのもちょっと入れてあげたら一番喜びますよ。喜ぶ。沖縄の経験者。まあ、どうせなら10の方がいいですもんね。そうそう、10。7よりは。7やから、うわ、7本もあんのかと思ってもあるけど、10あったらもう 10! うん。頑張る。まあ、区切りはいいっすよね。元気やわ。確かにやりやすいと思います。と思うな。うん。うん。10がいいと。それの方が、多分、本人の、あの、エンジンのかけ方もあるやろうから。まあそうですね。9時に起きてから頑張れるっていう感じになりますもんね。な、ほんまに。そろそろ思います。岡山県、ラジオネーム2時の父。はぁ。岡村さん。はい。間違った情報をラジオで言うのはどうかと思います。うん。三木野光成さんは不細工なんですから、嫁がいるわけないじゃないですか。堤下さんは確かモデルの彼女がいるし、川島さんは真鍋さんと付き合っていますよね。そうか、みんな。生放送なんで、正しい情報ですか。あいつ、これは、嘘ついたか。あ、光成くんがまず奥さんいないだろうっていうところから疑問に感じてらっしゃるってことですよね。何やこれ。一個一個潰していかないといけないですね、それは。まず。ちょっと、光成。そうですね。
嘘ついてたらシャレになんないですね、これ、生放送中に。ちょっと電話してみて。変わっちゃいますよ、こんな。何が真実なんだ、いや、そう、ウィキペディアが今どうなってんの、どうなってんすか、今。これは危ないぞ。これ今、昴生。はい、はい。もしもし？なんすか？亜生か？昴生？昴生か？もうこれはしょうがない。それはもういい。もうそれはない。昴生でよかった。負け確定。昴生でよかった。お前何や、結婚してへんらしいな。は？どういうことや、お前。来てるぞ、メールが。苦情来てます。誰やそれ。ラジオネーム2児の父。二児の父って方から来てるぞ。うん。嫁がいるわけないじゃないですかって来てます。は？ミキの昴生。ミキの昴生？ミキの昴生ですよ、ミキ昴生やろ？女子高生みたいに、何なんだ、なんでハマってんのそれ。嫁がいるわけないって、リークされてる。嫁がいるわけないって言うてはんねや。そう。そいつ何なんですか、まずそれ。来たで、メール。そうですよ。設定。生放送で、そうやって嘘をつかれても、リスナーさんは困るよっていう。ウィキペディアがむちゃくちゃなんて来てんねん。そんなことするから。ウィキペディア？うん。知らんけど、岡村さんのウィキペディアか、俺のウィキペディアか。いや、昴生の。うん。俺のウィキペディア、誰がやらしてんの、そんなに。いや、だからそれ嘘をつくとそうなっちゃうから、真実を聞こうっていう話よ。嫁がいるわけないのか。うん。ディズニーシーで一人でサンタフェ呼んでたってことこれ。変態やん。ほんまは。まあそうなりますよね。ほんまはそうなってんねんぞ。いや、変態なんかそんな。怖いねんけど。うん。ディズニーシーまで行ってサンタフェ読まないでしょ、言うとけど、明日の沖縄の仕事も10本になったぞ。なんでやねん。おめでとう。おめでとう。おめでとう。どういうこと、関係者のパーティーとか。3つチーフが入れてくれるって言ってた。7じゃ中途半端だ。いや、もう A は田中さんも、おいよ、こっちに。田中はまだあれやねん、明日か明後日ぐらいにちょっとレッドカーペット歩く言ってたわ。寝てもな、ちょっとだけこんなレッドカーペットのために。なんか入りましたよ。いつか買うねん、そうな。水族館じゃんけん大会とか入りましたよ。もうそんなええって。そう。っていう。ちょこちょこした仕事入れるな、そんな。あと、ビンゴもですね。ビンゴ大会。関係者のビンゴ大会。そうそう。あと、磯マグロなんかさらず。磯マグロやけどな。おめでとう。そんなもん。10本。そんなん言うから飯食う人もないねん、それ。刺身って書いてほしいらしいわ。登り。俺がそんなせなあかんねん。これ何の話してるの？何の会？で、うちの、その、チーフの田中は、ジャルジャルと一緒に、レッドカーペット歩く人とは。お前らと。知らんがな。乗って。知らんがそんな。俺だって歩けや。チーフやろ、俺らの。そんなもん。チーフやけど、ちょっとジャルジャルと歩かしてもらうって言ってたわ。ジャルジャルって、何でお前が歩くねん。ほんなもうあれやな、結婚してないっていうことでねんな。ありがとう。結婚もしてます。その何ったの、こんなん来てんぞ、お前。三重県異次元の豚バラさんから。昴生の嫁めちゃめちゃ可愛いのに、昴生は浮気したことあるらしいですよ。どう思いますかって。何やねん、そいつ。そのセンスもくそもないな。これむちゃくちゃだ。むちゃくちゃ。どっちなの、それは。どうなの？いや、浮気はそら、その否定はできない。そしたことありますよ、それは。あ、したことあるのか。お前、浮気したんか。いや、そんなお前らが失礼やねんか。全くしてないですよ。これはひどいですよ。そんなしてないし。めっちゃやん。ほんまに。浮気しよう。浮気もクソもそんな、浮気じゃないし、俺は。ただの風俗やし。でも一緒、バッティングセンターと一緒や。昴生は浮気して香港さんに怒られたって。ウィキペディアな、更新しよう。もうやめてください。おやすみなさいね。おやすみなさい。ちょっともう、寝させて。寝させて。ヌーさん、この後ラジオやってはんのよ。はい。これに、この後受けていけます？大丈夫。ミキ昴生繋いでやって。ミキ昴生の音声。そっちの方が。もしもし？この後ヌーさんのも出た方がいいし。そうなの。よかったら、電話はいつでも繋がるんで、ユミさん、ほんまに。ありがとうございます。うちの。もしもし？はい、もしもし。あ、亜生か、昴生か、昴生やな。昴生ですよ、それ。昴生か今な、よかったよかった。キングヌーの井口さん来てくれてはんねん。誰やねん。あ、これはいや、これはほんまに。スタジオにいるんだぞ。昴生、これはマジやねん。怖い。ヌーさんやな。バンドの人でしょ、バンド知ってます。キングヌーさんの。知ってるじゃん。知ってますよ、それは。うん。なんでその人が来てるんですか。ちゃんとヌーさんにご挨拶しなさいよ。ございます。ミキと昴生です。はじめまして。はい。
はい、お前またそんな挨拶やったら、ね、ポンポンさんに怒ってもらうからな、お前。じゃあ、今のどうしたらええの？すいませんね、すいません、挨拶できないんで。ごめんなさい、ちょっとそれで。言われてるんで。普通に挨拶しただけやん。井口さんもだってこの後生放送でしょそうなんですよ。そうなの、はい、ちょいちょい声一声繋いだ方が。いや、大丈夫かなと思います。電話かけたら繋がりますか？あ、いや、ちょっともしかしたら。いや、もう絶対かけたら。大丈夫だって。あの、ムーさんから電話あるかもわからんから。一回ぐらい。マジでやめて。マジで。ちょっと。やめて、これも。あと2時間。お付き合い。いや、待って待って、ヌーさん、ほんまにかけないで。ほんまにかけても。いや、ヌーさん、ヌーさんの気が向いたらかけるかもわからへんから。ヌーさんも気が向かないで、ほんとに。だ準備はしといてよ。準備枕元に一応。いやいやいや、そこでやってスマホだけ置いといて。一応ヌーさんにはお前の携帯の番号教えてください。もしかしたらかかってくるかもわかりませんから。もう、スノーズ機能みたいになってるけど。お願いしますね、電話かけていた場合は。これはやっぱ期待してる。どうもありがとうございました。リスナーファンが来てる。よかった、ヌーさん。これでもういつでもかけられるね。あの、スタンバイはしてますね。もしよかったらで結構で。一応来てるわ。1時間20分ぐらいしたらかけましょうかね。ちょっと寝るな、みたいな。もう大丈夫やぐらいで。4時過ぎぐらい。ちょっと油断したところで。